ベーダからカースト制度まで、インド古代文明の制度。なぜインドはカースト制度という独自の社会階級システムを持っているのでしょうか。その起源に迫る鍵は、約3000年前に遡ることができるのですが、その背後にはどんな歴史が隠されているのでしょうか。今日はインドの古代文明の根幹を成すベーダとバルナ制について、その成立から現代に至るまでの影響を詳しく解説していきます。1. アーリア人の神々と初期宗教儀式、リグベーダの誕生。アーリア人の社会では自然現象の神格化が一般的であり、特に雷の神インドラや火の神アグニへの崇拝が顕著でした。彼らの宗教は自然との調和と敬意を重んじ、これが日々の生活や儀式に深く根ざしていました。例えば、雷を鳴らし雨をもたらすインドラは農耕社会にとって極めて重要な神であり、彼への祭祀は豊作を願う農民たちによって熱心に行われました。アーリア人の宗教儀式においては、動物の生贄や聖火の使用が中心的な要素でした。生贄の儀式では、特に馬や牛が神々へ捧げられ、これらの儀式は司祭クラスによって厳格に執行されました。このような献身的な儀式は、社会の秩序と神々への信仰を維持するための重要な行事であり、アーリア人の共同体の結束を強化していました。これらの古代の宗教活動が集大成されたのがリグベーダです。この聖典は1028編にも及ぶ賛歌が収録されており、それぞれの賛歌がアーリア人の神々への賛美と祈りを込めて作成されました。例えば、インドラの戦いやアグニの火といったテーマは頻繁に登場し、これらの賛歌はアーリア人がどのように自然現象を解釈し、どのように神々と対話を試みていたかを教えてくれます。このリグベーダの成立は、アーリア人の宗教観だけでなく、彼らの社会構造にも深く影響を与えました。司祭階級はこれらの賛歌や儀式の知識を掌握し、その知識をもって社会的な権威とされました。宗教的な詩篇を通じて、彼らは宇宙の秩序と人々の生活がどのように関連しているのかを説明し、アーリア人社会の倫理や価値観を形成していったのです。 2. 鉄器時代の農耕革命と社会構造の変化。アーリア人がインドア大陸の北西部からガンジス川上流域に進出した際、彼らは鉄器時代の革新技術を持ち込み、それがその地域の農業と社会構造に大きな影響を与えました。鉄製の農具、特に鉄のは、彼らが遭遇した密林地帯の開墾を劇的に効率化しました。これによりアーリア人はより広い土地を耕作可能とし、農業生産の大幅な向上を実現しました。この農業の飛躍的な進展は社会にも大きな変化をもたらしました。余剰生産の出現により、全ての人が農業に従事する必要がなくなり、人々は様々な職業に分化し始めました。これにより、特定の職能を持つ特権階級が形成され、社会はより複雑で階層化された構造へと進化していきました。具体的には、王侯や武士、そして司祭などの階層が確立されました。これらの階級は、農業生産から離れ、政治、軍事、宗教といった分野で重要な役割を果たすことになります。このような階層化は、社会統治の形式にも影響を及ぼしました。余剰生産が可能となったことで、王権が強化され、より中央集権的な政治体制が築かれる基盤が整いました。王は軍事力と宗教的権威を背景に、広範な地域を統治する能力を持つようになり、政治的な安定と効率的な資源管理を可能としました。この過程で、アーリア人の小規模な部族社会から広大な領土を有する国家へと変貌を遂げていきました。こうして鉄器時代の技術革新がトリガーとなり、農業生産の向上とそれに伴う社会構造の変化、さらには政治体制の確立という、インド古代文明の重要な変革が進んだのです。 3. バルナ制の成立と社会階級の意識。バルナ制は、紀元前のインドにおいてアーリア人と先住民の間の明確な社会的区別を生み出した社会階級制度です。この制度の根底には、肌の色の違いが大きな役割を果たしていました。アーリア人は比較的肌が明るく、先住民はより濃い肌色をしていたため、この外見上の差異が階級分けの基準とされました。バルナという言葉自体がサンスクリットで色を意味しており、これが階級システムの象徴的な名前となりました。このバルナ制により、インド社会は4つの主要な階級に分けられました。最上位にはバラモンが位置づけられ、これは司祭階級であり、宗教的な儀式や教義の解釈を担当しました。次にクシャトリアがあり、彼らは戦士または王族としての役割を果たし、国を守る責任を負っていました。バイシャは農民、牧畜民、商人を含む広範な社会集団で、経済活動の主要な担い手となりました。一方でシュードラは主に霊族民として位置づけられ、
他の3つの階級のために労働を提供する役割を与えられました。ヴァルナ姓の確立はインド社会において個々の地位が出生によってほぼ固定される体制を作り出しました。このシステムにより生まれた階級がその人の職業や社会的な交流、さらには結婚の可能性を決定づけるようになりました。特にバラモン階級はその権威を宗教的な知識と儀式の独占によって保持し、社会の頂点に君臨し続けました。階級間の厳格な規制は社会の秩序を保つ一方で、移動性や流動性が極めて限られることにより個人の能力や野心が階級の壁に阻まれる原因ともなりました。 4. カースト制度の形成とインド社会への影響。カースト制度はヴァルナ姓に基づき発展し、インド社会に深く根付いた階層制度です。ヴァルナ姓が大まかな社会階級を定義していたのに対し、カースト制度はそれをさらに細分化し、ジャーキ、生まれという形で個々の社会集団に具体的な身分と役割を割り当てました。各カーストは特定の職業群に対応し、農耕、家事、織物、商売など古代インドの職業はカーストによって厳格に管理されました。この体系ではカースト間での結婚や食事の共有が厳しく制限され、社会的な交流も同じカースト内でのみ許されることが一般的でした。例えばバラモン階級は聖典の研究や宗教儀式の執行を専門とし、その権威は他のカーストよりも高く位置づけられました。一方でシュードラやさらに低い位置にあるアウトカースト、不可植民は他の階級の者が避けるべきとされる職業に従事することが強いられました。カースト制度の形成と維持は古代から中世にかけてのインドの法典や文学にも深く反映されています。マヌ法典などの文献はカーストごとの行動規範や法律を定め、これが社会の法と秩序を形成する基盤となりました。このような法律的枠組みはカーストに基づく差別や社会的不平等を制度化し、長期にわたってインド社会の構造を定着させる原因となりました。しかしカースト制度はまた社会の安定と秩序を維持する役割も果たしてきました。カーストによる職業の割り当ては技能と伝統の世代間継承を促し、各職業群の専門知識と技術が高度に発展する土壌を提供しました。この体系がもたらした社会的連帯感やアイデンティティの確立は地域コミュニティの結束を強化し、文化的多様性の保存にも寄与しました。 5. ベーダの編纂とバラモン教の形成。バラモン教の形成とその教義の基盤はベーダという聖典群の編纂により確立されました。最初の聖典リグベーダが成立したのは紀元前1500年頃とされ、これには様々な自然現象や神々への賛歌が収録されています。リグベーダの成功に続き、さらに3つの重要なテキストが編纂され、それぞれがバラモン教の教義をさらに進化させました。サーマベーダはリグベーダの賛歌をもとにした音楽的要素を強調した聖典で、宗教儀式での詠唱に特化しています。一方ヤジュルベーダは儀式の執行に必要な祭式のマニュアルとして機能し、具体的な祭祀の手順や祭壇の設計図を提供しています。最後にアマレタ・アタルバベーダはより日常的な呪文や魔除け、健康と病気に関する知識が記されており、人々の生活に密接に関連していました。これらのベーダのテキストはそれぞれが異なる側面から宗教的、哲学的な知識を提供し、合わせてバラモン教の包括的な教義体系を形成しました。ベーダの教えは宇宙の秩序や道徳、倫理に関する深い洞察を含み、これが後のヒンドゥー教の発展に不可欠な神学的および哲学的基盤となりました。ベーダの編纂はバラモン階級によって行われ、彼らはこれらの知識を独占し、その解釈を通じて社会的な地位を確立しました。ベーダの教えはまた教育の中核として機能し、バラモンたちはこれを継承し口づてで伝えることが一般的でした。この伝統は数千年にわたり維持され、インド文化において絶大な影響力を持ち続けています。 6. 社会制度としてのカースト、歴史的視点と現代への影響。カースト制度は数千年前の古代インドにその起源を持ち、社会階級を定義し維持するための複雑なシステムとして発展しました。この制度はヴァルナ姓に基づいてさらに詳細化され、人々の生活、職業、社会的相互作用を厳格に規定しました。バラモン、クシャトリア、バイシャ、シュードラという4つの基本階級に加えて無数のサブカースト、すなわちジャーティが存在し、これがインドの文化的および社会的な風景を形作る基盤となりました。カースト制度は特定のカーストに属する人々が特定の職業に従事することを義務付けるなど、社会的な流動性を大きく制限しました。例えばバラモンは教育や宗教的役割に専念し、シュードラは主にサービスや労働集約型の職業に従事することが期待されました。このような制度は各カーストが特有の技能を継承し、
それぞれの役割に精通することを可能にし、一定の社会的安定をもたらしました。しかし、この制度はまた階級間の壁を固定化し、特定のカーストに属する人々が経済的及び社会的な進歩を遂げる機会を制限する原因ともなりました。特に低カーストや不可植民とされる人々は、教育や良質な職業へのアクセスが制限され、長い間社会的な差別と貧困に直面してきました。20世紀に入るとカースト制度は国内外からの批判にさらされるようになります。1947年のインド独立後、インド憲法はカーストに基づく差別を禁止し、特に不可植民、現在ではダリットと呼ばれるに対する公平な扱いを促進するための法律が導入されました。これにより教育や職業の機会がこれらの社会集団にも開かれ、社会的な変化が促進されました。しかし実際にはカースト制度は依然としてインド社会の多くの側面に根強く残っており、経済、教育、政治の分野でその影響が見られます。都市部ではカーストに基づく差別が減少している一方で、多くの地方地域では依然としてカーストが日常生活の多くの側面を決定づけています。カースト制度の持続的な影響とそれに対する改革の努力は、インドが直面する最も困難な社会的課題の一つであり、経済的な成長と社会的公正の達成に向けたインドの進路を形成する重要な要因です。この歴史的な制度が現代社会でどのように進化し変革されるかは、今後も多くの注目を集めることでしょう。まとめ。今日の話を通じて、インドの社会構造や宗教がどのように形成されたかの理解を深めることができました。ベーダとバルナ制はただの歴史的遺産ではなく、現代インド社会にも深い影響を与えています。この動画が面白いと感じたら、ぜひいいねボタンを押してコメントで感想を共有してください。もっと学びたいと思う方はチャンネル登録を忘れずに。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。